FPN はネコポムでやっています。で、ガンストを始めたのが1の冬頃なんで、ちょうど200円で参戦になった時期ぐらいから始めましたね。京マですね。兄貴選んだんだ。はい。なんで選んだのそれ。最初はガンスト自体に興味がなかったんですよ正直で、板橋のラウンド1でやってたんですけど、その時にガンストが出る前から一緒にやってた音ゲーの仲間たちがやり始めて、で一緒にやろうってなって、で何のキャラがいいのって聞いた時に、とりあえず耐久が多いから今日までいいんじゃねっていう話になって、最初は今日まで乗りました。ですね、1の頃にホームの人たちと大会出るって話になって、その時ヒーラーがやっぱ強くて欲しいねってなった時に、じゃあ誰が乗るかってなった時に、もう消去法ですね、俺乗りたくない俺乗りたくない俺乗りたくないっていう感じで自分に回ってきて、ワンの子は強化をメインにやっていましたね。友達、生友ってやつがいるんですけど、あいつが最初にクシのソゲチで遊んでるのを見て楽しそうだなって思って、サブキャラとして遊んでたのがきっかけですね。でそのままクシが楽しくてやってたら強化に戻れなくなっちゃって、動かせなくなっちゃって、いやもうこのままクシでいいやってなったのがきっかけですね。もう武装構成ですね、もう全部が全部もう整ってて、もうエリシー以外のフリキャラが実質いないかなって自分では思ってるんですけど、3とシグマ合わせたら大体1万戦ですね、今ちょうど。1万戦、2で何回乗ってた？2で7戦とか、あ、意外に1万戦ぐらいですね、そうですね。それもつい1個前の BA で宇佐さんと、今のチリネコとはまた違うチームで組ませてもらったんですけど、その時にソゲチを降りて、ダイナマイトストライカー の171724が強かった時に乗らせてもらったのがきっかけで、いろんなキャラを乗りたいなって思って、結構いろんなキャラ今は乗ってますね。スーパーフルサット第2回最近のやつですね、で第3位のエキスパートをいただいて、あとクリスマスのやつで優勝して、あとやっぱ勝ち上がりチャレンジですねチーム猫舌自体は1年ちょっとじゃないですかね。きっかけってなんでそんな固定メンツになったの？BA の時に出た人たちが、エンダーじゃないと練習ができないっていう風になって、それだとちょっと連携も取れないし、あと終わった後の話し合いとかもちょっとやるのが難しくなっちゃうって話で、じゃあ近場で誘いやすい人ってなった時に、黒沢くんとかルンルンとかを誘って一緒に組んだんだけど、一応チームとしては光栄の役でやらせてもらっていて、で自分が火力を取る枠に分類するので、チームメイトにキャラを合わせてもらって、自分が動きやすいようなキャラに乗ってもらって、自分がひたすら火力を出す、光栄として火力を出してゼロも作りつつやるって感じですね。こんな5、6年もやってて、基本はやっぱ大会とかじゃないですかね。もう最近は大会とかチーム連とかじゃない限りは全然ゲーセンにも行かなくなっちゃって、もう慣れたんですけど、最初の方とかは本当にいいのかなっていう自分でな、もちもちさんとか、もっと上手いプレイヤーとかいるのに、なんか自分でいいのかなって1位の人はないんですけど、仕事の関係とかで地方とか、いつも行かないようなゲーセンとかに行くときに、あ、猫舌さんだってなるときは、たまにありますね。ちょっと嬉しいよね。嬉しいですね尊敬してる人だったらいるんですけれども、いやいや誰にも挙げてもらって、たかしさんですね、ぼんちゅが尊敬していて、みんなが知ってる通りにガスト界のレジェンドじゃないですか、
で勝ち筋とかも掴むのも上手だし、立ち位置とかも上手なんで結構参考にしてたりはしましたね。みんなでワイワイできるゲームっていうんですかね、まあ、でもやっぱ趣味以上のものなんですかね。やっぱなんか気づいたらゲーセンにいて、気づいたらガンストしてるみたいなことがまあ多かったですね、昔は。そうだね。